ウニッチ、今週のテーマは復興に尽力する応援派遣職員、岩手県の復興に向けた全国からの力。今年度も岩手県関係の復興応援派遣職員に対する激励式が4月2日に行われました。応援派遣職員は東日本大震災津波や平成28年の台風第10号災害からの復興のため、これまで全国の自治体から県や被災した市町村に派遣され、多くの職員の皆さんに岩手の復興に取り組んでいただいています。東京都から派遣の奥平さんは派遣2年目、被災地域で水門・防潮堤の復旧業務に従事しています。地元の方々にも、いろいろご理解をいただきながら、引き続きですね、復旧復興を進めさせていただきたいと思っております。地域の皆様のために何とか一日も早い、早く皆様が笑顔で安心して暮らせるような街づくり、我々にも手助けできればと思っております。平成30年度の県と市町村への応援派遣職員は600人を超えています。そして今年も県関係で新たに67人の方が着任しています。大阪府から派遣された荒木さんは大船渡港の防潮堤工事などの業務に従事します。実際に現場で災害復興に携われるということで大変嬉しくも思いますし、また身を引き締めてさらに岩手が元気になるように、頑張っていけたらいいなと思っております。花田さんは埼玉県からの派遣、被災者の住宅再建の支援業務に従事します。これから目指していかないといけない、県民の皆様の未来というものがあると思います。これについてですね、埼玉県から、微力ながらですね、少しでもお手伝いができることがないかと思い、赴任してまいりました。どうか、皆様ともに、未来に向かって頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。全国からの支援に感謝し、復興応援派遣職員の皆さんとともに復興に向けて取り組んでいきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。